やりますか。うん。なんでも起承転結。ちょびお前切り返しすげえな。びっくりした今。いや、いつも通りだが。うわ。画像の方。紹介していきたいと思うんですが、今日はゾムさんから、ゾムさんの1枚目、ああ射殺剣だ、これね。2枚目、最後の使いやすいのでは、すごいの来たな、何が使いやすい。3枚目はこちら、あーアニメのやつやな。最後4枚目、人いないパターンね、また背景ですね、月面パターン。次、チーノさんの画像の方を置こうかな。はい、チーノか。なんや、チーノに興味ない感じですか。いやいやいや、おぉぶっ飛んでるな、マジでチームか。まだシナジーあるね、画像があるかもせえへんから。まあ、確かにな、確かに確かに、次シナジー大事ですからね。あー、ないね。いや、いつものや、割と長文、割と長文。あ、長文、長文シナジー。3つ目も確かにこれシナジー高いと言えるかもっすね。シナジー使ったぞこれ。最後は4枚目。あ、急に来られるぞ。いや、これ消えるなロボロかな。消えるなの方やな、これ。次、トントンさんのイラスト。1枚目。終わったやん、これ。落ちとるやんけ。マジで絶対落ちしやん。落ちとるやん、これ。100段落ちやん、これ。研修いらんやん。俺当たりやんこれ。そこに繋ぎられるのか。2枚目はこちら。あ、まあ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 まだいけ、まだいけ、ね、次3枚目こちらです。レベル高いお前、あの見取り図ってお前。最後4枚目こちらです。これすごいな。こちらで4コア漫画を作ってください。次、ロボロさんのイラストの方。これトントンが欲しかったものやん。まあチーノ殺したかったらこれ使うべきやな。こちら2枚目、この2枚目はもしかしたらトントンさんが欲しかったものかもしれませんね。確かに欲しい。あー、確かに。はいはいはい、はい、これあのね、被害者とね、あの加害者がもうバチームス。次3枚目。いいですね。いよいよ死んでしまった時のチーノ。4枚目こちらです。そこでウミガメなんね。ああ、ゆうでロボロさんもなんだかんだ作れそうですけどね、これ。あ、じゃあちょっぴり作ってくれていい。あ、嫌です。じゃあ大先生のやつ。早かったなお前。いな、最後大先生です。これこれ最後やん。次2枚目の方いきたいと思います。はい、2枚目こちらです。あー、絶脱ベリア、後方の脱ベリア、これ懐かしい。3枚目、うん、あ、また微妙なの来たな、これは。あー、ほどアニか。これら4枚を使って4コマ漫画を作ってください。厳しいですね。肩周りがなんか全然すっきりせんな。肩周りがすっきりしない。どうもトントンです。いや、疲れたな。いや、なんか肩が凝ってるな。肩がどこ行く気やお前。マッサージか、これ。あ、最近話題の整体か。ちょっと入ってみようかな。カラン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 。あの、すいません、あの、予約ないんですけど行けますか。あ、ダメですか。あ、お疲れ様でした。終わって思ったやん。途中まで陣内ってことな。始まらんかったか。でもこの下りやってる間にみんなができたって言って終わるかなと思って。できへんできへんできへん。俺らもまだ、へえ、これが何でも起承転結かのとこやから、まだ説明段階。すごい妄想でしかないねんけど、エーミールが待ち込んで、あの、ほんまに待ち込んやってるとこを陣内に突っ込みながらやってほしい。それはおもろい。それか、待ち込んで対面してる女の耳にその指示出すイヤホンで。何回も言うけど、でもやらなくてもおもろいって。それはそう。たぶん、じゃあ最後あれ、あのなんかプロポーズしに来たら最後、不当で走るとこぐらいでバーンと落ちる。めっちゃおもろいやん。女迎えに来たとこ、車ごと落ちてほしい。やばすぎる。車ごとはやばい。じゃあ皆さん出来上がったということで、はい。はい。はい。チーノ行く？行っときましょうか。
俺の名はケンゴ、日本を代表する侍だ。字間違ってる、字間違ってる、ケンゴの漢字がちゃう上と。いつも通りの表記でございます、俺の顔はどこにでもある。おお違う、ケンゴさん出てきたけど、時にはそれがしの部屋に転がり、それがしの部屋ってね、はいはいはい、時にはそれがしに罰を与え、おおいいやいいや、時にはあなたにメッセージを伝えに参ります。シャオケンゴでございます。シャオケンゴです。なんか小賢しいな、こいつ。こいつ小賢しいわ、くさ。小賢しいはよう分からんけど、いや、謎の技術身につけてきやがったな、こいつ。なんやこれ。何がおもろいって、丁寧にあの光の色変えてるのがちょっと小賢しい。いや、皆さんこちらパワーポイントでいきますのでね、ぜひ。すごいな、パワーポ、パワーポでやったんこれ。俺がやっぱり一番衝撃なのはやっぱそこやねんな。切り抜きもパワーポなんこれ。いや、切り抜きは別で。さすがにそうよな。じゃあパワーポちゃうやん。すいません、嘘つくなよお前。すいません、何や、嘘、パワーポでやりましょうみたいな感じだから。すいません、あっちかよ。じゃあ大先生いきます。よかった、ありがとう。つらそう。金の亡者の怨念が、うん、おー、うん、これしま、モテることなく生涯を終わりにさせられたチビの執念が、はい、はい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 、いいですよ今のとこ。無遅刻を夢見る男の妄念が、うん、できたやろこれは。ここは呪いが渦巻く地、落ち弱い。落ち弱い案件やこれ。久しぶり見たら落ち弱い。許してくれ俺を。いやまあなかなか研修で黒板に落ち弱いって出てくる。次じゃあロボロさんのやつかな。あ、僕ですか。おお、最近失敗続きのチーノさん、今回の任務は失敗できません。移動においで内容はトンカラトンの討伐と。待ってくれ、俺と知ってるトンカラトンとだいぶ違う。あ、そうですか。全考えてたんよな。あっあっ、顔面を強打して死亡しました。行くまでもなかったよ。失敗が続いたな。あーはその強打した後のあーになっちゃった。じゃあ次トントンさんの4コマ漫画。奇妙な館で宝探しをしていた俺は、化け物に襲われて死んでしまった。うん、おお、高校生に転生した俺の第二の人生が始まる。で、次回チームシュー。あ、導入早いタイプやねんなと思ったら完結も早いタイプやったな。一瞬で終わったよ。じゃあ僕の行きますね。はい、はい、誰だ我らも言うのは。導入がおもろいやろ。深くレムにし魂を投げられとるやろ。浅瀬やだいぶ。呼び覚ます者は分からない。分からない。お前浅瀬で死んどったやつかお前。ヘルボス。ウーディマイオス。おい、クリキウス。ちょっと待って、内容が一切わからん。内容がわからん。ちょっと4個前けど1個1個出すんかよお前。ちょっと待って、内容がわからへん、マジで。どういうことこれ。これのように渡してない素材が割れてねえ。これめっちゃおもろい。お前、ヘルモスとディマイオス一緒やん。では、4コマが出揃いましたので、どれが一番面白かったか投票に行きたいと思います。では、皆さんよろしければ、いきますよ。うん、はい、はい。せーの。おら、お、お、分かれたな。分かれましたね。これチーノさんとゾムさんの作品当てりこして動画化されます。はいはい。じゃあこれ誰が声入れんねん。これ確かに。そうするかちょっと動画までお楽しみやな。確かに。これ誰がやんねん。俺の名はケンゴ、日本を代表する侍だ。俺の顔はどこにでもある。時にはそれがしの部屋に転がり、時にはそれがしに罰を与え、時にはあなたにメッセージを伝えに参ります。シャオケンゴでございます。
誰だ、我らを呼ぶのは深く眠りし魂を呼び覚ます者はヘルモス、ティマイオス、クリティウス、イエス、ヘルモ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 ス、